キングレコードから4枚組の CD が出て、これはもう完売になりましたが、NHK エンタープライズで、まあ、通販でまだ売られてるそうですね。これは DVD の方です。ご映画もあったり、各お寺のご映画もあったり、そして映像もあったりで非常に、まあ、素晴らしいものだと思います。では続いて、金子みすゞの曲をお送りしたいと思います。金子みすゞ。大正末期の天才童謡詩人と言われた金子みすゞ。彼女が残した詩は3年間で512編。その金子みすゞの詩に出会ったのはですね、実はアメリカの NASA の若田光一さんが乗るエンデバーの打ち上げに行った時です。宇宙物理学者の佐治春夫先生、当時は玉川大学の副学長でしたけれども、その佐治先生に誘われてですね、直樹さん、生のロケットが地球を離れる時の音を聞いたことがありますか？いや、ニュースとかテレビではよく聞いたことがありますが、いや、そうではなくて、生です。いや、ないです。じゃあ、聞きに行きましょう。と言われてですね、NASA の、そのエンデバーのお茶屋に行ったんです。そうすると、すごい噴煙を上げてますよね、映像なんかでは。あれは下に、こんなすごい大きな、プールがあるんだと。そのプールの水蒸気があっちになってる。そして、離れる時の表面温度は、実は太陽と同じ6000度なんだと、というふうに聞かされました。そして、飛び立つ時の音、ゴーっていうのかなと思ったら、全然そうではありません。飛び立ってドス、ドス、ドス、空気を裂くような音がして、そして、こう、宇宙へ飛び立っていったんですね。夜の10時から2時か3時ぐらいまで、その蔡先生がいろんな話をしてくださるんですが、その中でよく、みすゞさん、みすゞさんっていう名前がよく出ていて、この中に女性はいるけど、みすゞさんって人はいないのになとかと思ったら、金子みすゞっていう人で、大正末期、そして山口県の日本海側にいる、空って、この詩を書いたんですよ、と言われて、大量という詩を教えていただきました。朝焼け小焼けだ大量だ。大葉いわしの大量だ。浜は祭りのようだけど、海の中では何万のいわしの弔いするだろう。この詩を聞いたときにですね、もう涙がこぼれてこぼれて仕方がなかった。とてもわかりやすい言葉で、そして人のこう、心を魂を揺さぶるようなすごい詩を書く人がいるんだな。で、彼女が残したのは512編ということで、ぜひ作曲家としても作曲してみたいという、そういう思って日本に帰って作曲をしました。そして、これからお送りする小玉でしょうかという、この詩は東北の大震災が起きて、その時にずっと流れていた。詩ですよね。小玉でしょうか。今日は、この小玉でしょうかっていう朗読、中井貴恵さんの朗読と、そして曲を送り出します。小玉でしょうか。遊ぼうって言うと、遊ぼうって言う。バーカって言うと、バーカって言う。もう遊ばないって言うと、遊ばないって言う。そうして、後で寂しくなって、ごめんねって言うと、ごめんねって言う。こだまでしょうか。いいえ、誰でも。
遊ぼっていう真っ赤って言うと真っ赤って言う、もう遊ばないって言うと遊ばないって言う。そして後で寂しくなって「ごめんね」って言うと「ごめんね」って言う、こだまでしょうか、いいえ誰でも。子供でしょうか、お送りいたしました。この曲は実はイスラエルで、私コンサート、そしてイスラエルに、プラネタリウムができるというので、まあ、作曲を頼まれて、その時にですね、この金久美鈴の子供でしょうかをヘブライ語に訳されて、そして歌ってもらいました。ヘブライ語、とてもなんか身近に感じる。ヘブライ語っていうのはですね、イスラエルというのは皆さん、キリスト、マホメット、そしてモーゼが生まれた。そして育ち、モーゼたち、この三人の聖人たちが、世界三大宗教の聖人たちが使っていた言葉です。だから非常に心地よいんですね。まあそういった中で、この、こだまでしょうかが素晴らしかったです。では、続いて石津石さんの曲をお送りしましょう。西日本随一の高さを誇る霊峰石津。
神仏の崇拝のために皆さんが、この山でたくさん登ってらっしゃいますが、今日はその組曲石地さん威風堂々の中から風神雷神
風神雷神をお送りいたしました。では続いて、メルサの水という曲をお送りします。先ほどイスラエルにそしてダサに行ったお話をしましたが、そのNASA の宇宙開発事業団のツアーだったんですが、20人ぐらいいた中に、メルサちゃんという子がいてですね、これはサジ先生の教え子でもありました。玉川大学の学生さんでしたけども、お母さんも一緒に、おりました。この、実はお父さんがですね、長者番付第1位で10年間作ってた斉藤ひとりさんなんですね。お金持ちの、すごい、そのお嬢さんと奥様でしたけれども、その人たちがですね、本当に、いろいろよくしてくださって、そして、そのお嬢さんが、西村先生、私の曲を作ってくれませんかって言われて、わかりました。というので、作曲しました。メルサの世界という曲なんですが、今日はその中から、メルサの水をお送りします。彼女、ひょっとしてヘブライ語で書いたら、モーゼと違うって言ったら、どうしてわかったんですかって言って、いや、なんとなくそんな感じがしたというので、モーゼの生まれ変わりだろうというふうに、私は思っております。
はい、メルサの水をお送りいたしました。その年にですね、実はイスラエルで、ペレス首相の前で謁見演奏をすることができました。まあ不思議な縁でございます。では続いて、不思議なといえば、これからお送りするサムハラ神社を